私は一つの怒りを覚えているのである。それは雨の日にこのこう傘をこう未だに横にこう持つやつがいる。私は後ろに歩いていて駅の階段などを登っているとこう横に持ってるからこう一回来るからこう避けるなぜだ。後ろの人のことを考えていない山やから相手の傘であると諸君たちの愛してくれたとこの平和を守るためにこの傘を横で持っていてこうやる歩くやつを排除しなければならない。そうこの問題は相手の傘であると、この悲しみを怒りに変えて伊達の国民自由我々はある程度の安らぎを失った。私はあえて今日あの電車のスイカのあのタイミングこうある程度の人はちょっと手前ぐらいでこうピッとこうやって入るんだが、ごく一部の人間がこのちょっとギリギリのこうではなくこのギリギリのところでピッとやるから、後ろでやろうとしているこっちがタイミングが来るのである。なぜだ。大家だからさ、もっとこう手前ちょっと手前でピッとやればリズムというものがあるはずである。諸君たちの愛しているこのリズム、ピッこのリズムでいきたいのである。ところが一部の人間がこの腰の横ぐらいのリズムでやるからこっちがちょっとこうなるである。相手にも貸さてやると、そのリズムを守らないやつに対してこの悲しみを怒りに変えて国民を立て、立ての国民自由自由